ードを認証しました。はい、こんにちは、あけぼのです。今日はコーティング剤使わなくなったハイドロフラッシュゼロドロップを使って、ちょっとインテリア周り拭き掃除するとどんな感じになるのか、一緒に見てみましょう。すいません、スムースエッグハイドロフラッシュですね。ゼロドロップは使っているコーティングの方で、こっちは使わなくなったコーティング剤です。ソフト99さんの方で、ハンドルとかペダルとかには使わないで、くださいという注意書きで、内装の掃除もできるって書いてありました。拭き上げですかね。直接かけるとちょっとまずいと思うので、こういう感じで、お、ツヤ出ますやん。このカーボンのガーニッシュ、インパネガーニッシュですね、拭いてみましょう。お、お、ツヤ出ますやん。いい感じです。次はマルチファンクションの方ですね。あ、今日この間納車したD 型の人がお店の方寄ってくれて見してもらいました。むちゃくちゃ光ってますね。またなんかちょっと D 型になってから WR ブルー、なんか色違うんかないうぐらいめちゃくちゃ光ってましたわ。ここの吸盤の跡は取れないですね。そんなに変わらんか。乾くとちょっと変わるんですかね。地味に結構汚れてます。今日は道路工事やってて、なんか道塞がってるんですよね、今。だから車出せなくてすいません。なんか、インテリアの掃除。あ、ピーって言った。あ、でもツヤが出てるわ。先吹いて乾いてきたところ、ちょっとツヤ出てきてます。どうでしょう、またツヤ出てくるかな、後で。うん、いいですね、いい感じです。ここにも一応インパネガーニッシュついてます。お、ツヤ出てる、いい感じですね、いい感じです。あとはナビとかも拭いちゃいましょう。お、お、あ、そっか、電源切ったらいいんですね。いいよ。あ、ここも今気ぃつきましたけど、ここもカーボン調パネルですね。ここ。あ、ツヤ出ますやん。いい感じですわ。ここも、ここはカーボンなのは知ってたんですけど、ここもさりげなくカーボンをやったんですね。今頃気がつくみたいな。カーボン調ですよね。カーボンじゃないですよね。カーボンなんかな。いいですね。かなり。あとは、ステアリングらへんですね。ハンドルのこの辺は乗らないでって書いてあったんで、ここは、まあ、ほぼほぼ触らないので、いいんじゃないかなって。なんかちょっと光り方がちょっと違いますね。多分です。
尾も拭いちゃい、もうないですね、拭くとこ。あ、ここはあれか、ちょっとなんかザラザラとした感じのなんかパネルになってるから、あんまりコーティングしてもあれかなみたいな。はい、一応ですね、ざっと拭いてみたんですけれども、ちょっと艶が出てツルツルしてます。あ、ここは分かれへんけど、ここはツルツルしてます。あ、ツルツルしてる、いい感じです。ちょっと艶が出たん違うかなと思うんですけど、このカーボンインパネ、カーボン、インパネガーニッシュは完全に艶がこう蘇ったみたいで、実はここもカーボン調パネルだったっていうのも今改めて気がついてびっくりしているんですけれども、あとはここのパネルもピカピカ艶が出てます。まだまだちょっと汚れてて掃除しないといけないんですけれども、ざっとこのツルツル感がいいですよね。ツルツルのすべすべになってます。いい感じです。シュアラスタ、あ、ちょ、ハイドロフラッシュ、スムースエッグハイドロフラッシュ、インテリアにもかなりいいと思います。いっぱい拭くところありそうですもんね。まだまだ掃除しないといけない感じです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。